さん、はい、クレマグです。おはようございます。ウランです。エユです。ウイメイです。本日は、はい、韓国コスメ。久々見た子も。いやもう今日はね、コスメ、そう、いろんなものを買ってきているので、うん、こちらをドラフト会議していきたいと思います。はい、やったー。まあ、こちらはもともと知ってるものもあれば知らないものもあるので、うん、とりあえず一旦これをテイスティングしていきます。お、食べないでね。はい、テイスティングといってもこう使ってみたりとか、はい、どういうものなのかを見てみて、全部見よう終わった後、うん、自分のドラフト1位から取り合いを。あ、そういうことか。はい、被った場合は何かしらで勝負をつけていただいて、買った人がもらえるという。はい、はい、なので、どれを見定めていくかによってもらえるもの変わってくると思うので、皆さんもぜひ気になるものがあればチェックしていただければなと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。せーの、マグネ。じゃあスキンケア系からいこうか。うん、はい、まず皆さんご存知、メディヒール。好き好き。まあ、これはセットにしましょう。うん、3つセット。はい、3つセットのにドラフトかけます。はい、まあ、これがスタンダードなのかな、これが人気なだけなのかな、うん、ね、うちはこれ結構めっちゃ持ってますね。このオレンジは何、白いのが美白で、うん、美白、水色が敏感肌。敏感肌だけ欲しよう。じゃあ1個ずつ。あ、そうしよう。じゃあ1個ずつにしようか。仲良く、うん、もしかしたら多分分かれるはずだから。今まだ分かんないですよ。分かれないかもしれないですけど、こちらはまあみんなが知ってるメディヒールさんということで。これさ、あれコストコでさ買った、ね、このスプレーだけ買って、うん、ウランと1個ずつ分けた、うん、でもこれはセットだって。しかもちっちゃいサイズいいね。トラベル用的なの。何が入ってますか？化粧水、導入美容液、導入化粧水、美容液。おー、じゃあこれでひとまとまりってことね。あ、ほんとだ、かわいいサイズ。かわいい。これめっちゃでかいよね、使ってるやつ。これ化粧水です。で、かわいいじゃん。こちらが導入化粧水、うん、え、このサイズマジでいいかも。ポーチに入れやすくない？確かに。と、エッセンス。え、ちっちゃっ。ちっちゃい。美容液と導入美容液、ちっちゃっ。これがセットです。もう結構さ、化粧水とかって一発で分かんないから。そう、うん、それがちょっと自分に合う、うん、合わない、気づけないと分かんないから。が、気づけるまでにちょっとやっぱ 1,2 週間をかかるよねっていう、うん、そうだよね、ところなんですが、次ティルティルの、これはスキンケアかな。はい、こちら青い方はブービーソンジェル。多分違う。ティルティルブービーソンジェル、合ってた。エアちゃんの手に出してみますね、うん、こちらあの除菌ジェルになってまして、まあ、アルコールに 62% 入ってる。 62%? うん、62% 入ってる。で、水なし、これ水なし。あの、君の手にちょっとあのやってみる。これ家、はい、家にあるファンデーション全部捨てるよ。聞いたことあるわ、それ。出会いました、私。エアがめっちゃ 4,5 万買わされた。あ、めっちゃ結構水っぽいジェル。すごい、なんか面白い。サラサラ。サラサラ。すげえ。ベタベタしない。これすご。これはですね、ティルティルの PCV エッセンス保湿液だって。え、いい匂い。あ、本当だ。これいい匂いかも。ね、いい匂い。保湿、張りツヤ、美肌だって。こちら多分化粧水的な存在として使われるものだと思います。化粧的存在。ウーラン。週7ラーメン、あ、間違って LINE 開いちゃった。はい、続いてこちら、よく見るファンデーションです。皆さんも知ってるんじゃないですか、ね、これマジよく見る。だってめっちゃついてるよ、王冠。アットコスメ、うん、本当だ。アットコスメベストコスメアワード2022の全部1位1位2位ってヒットもすごいね、去年の。ほら、みんな見たことあるんじゃないか。見たことある。こちらです。あ、ちょっと、じゃじゃーん。肌の色的にこれってことでしょ。うん、エアかメイじゃんって感じじゃない。明るい。うちだと明るすぎるかも。でもティルティル使ってみたいんだよね。使ってみたらいいや。薄付けで、うん、え、ウランファンデーション使ってる。あんまり、うん、コンシーラーとパウダー、そう、うーん、がなんか肌に良い、うん、確かに。みんな使ってる人いるんじゃない。ティルティルは絶対多いよ。続いて
こちらもチルティルでいきましょう、はい、続いてるお、ベースですか、ハイライター、こっちは何、こっちチーク、これチークだ、ハイライターみたいな、なんかツヤが出るチークみたいな、わっ、これも持ってる、コンシーラーすごい、すげえ、めっちゃいいよこれ、固めのと液体のがいや、だってこれ選んどかないとさ、確かにみんなに取られちゃうかもしれない、これめっちゃ可愛いけど、あんま持ちよくない、あー、うん、でも写真撮る時とかだったらめっちゃ、うん、お家の時とかね、うん、でそういう時に分けて使えばいいんだよね、そう、皆さんこう聞いてるうちにちょっと決めといてくださいね、順番とか、はい、続いてこちら、イニスフリー、え、イニスフリーって韓国なんだ、ね、初めて知ったやもん、皆さんこちらも結構見たことがある方多いんじゃないでしょうか、持ってる、このパウダーはあさみさんがよく使っています、そうで、よく落として割っています、そう、そうなっちゃう、これは皮脂系に強い感じ、うんうん、サラサラになる、うん、でもこの固形じゃないやつをうち買っちゃってさ、こういうやつ、ああ、あれはちょっと扱いにくかった、うん、この固形は持ち歩きもできるからそれがいいと思う、うん、じゃあ次、これ見たことない、いやもう、アズレンモイスチャークリーム、うん、歯磨き粉じゃねえよ、歯磨き粉買わないとすればいいや、歯磨き粉っぽいね、うん、じゃあこれ結構でも白くなるかもモイスチャークリームって何、保湿ってこと、あ、そういうことか、保湿クリーム、ね、え、顔につけるのかな、いや、お肌ってどこでもいいんだよ、あ、なんか韓国っぽい匂いするわ、わかる、なんか韓国の、わかるわかる、こういうなんか、あ、いい香りね、うん、初めましたわ、うちも見たことない、ね、続いてこちら、ペリペラ、聞いたことあるのチークです、チークなんだ、チークは使う人がね限られてますから、お、かわいい色、あ、かわいい、つけそう、もう絵も似合いそうだよ ね、ちょっとなんか血色よく見せる感じのチークかも、かわいい、こうやったらあんま分かんないと思うけど、続いてこちらクリオです、聞いたことある、クリオアイシャドウです、パレット、あ、かわいい、なんか大人見えますか、こんな感じでございますが、こちらはブラウン系っていうのかな、ね、大きいラメもあればベース系の色もあったり、確かに、ね、こういうさパッケージ可愛いのもいいよね、わかる、うん、パッケージ買いしちゃったりするんですよ、クリオのラメとか好きだよ、うちも好き、じゃあ大きいのいきます、お、クリオさんです、あ、リフェルじゃなくて、なんだっけ、リフィルも入ってます、これもこの色ってカバーだって、ヒルカバーのファンデーション有名だね、そうなの、うん、かわいいね、あ、パブすげえ、ほんとだ、とんがってる、ほんとだ、塗りやすそう、こういう際のとことかってことだ、うん、ファンデーションってマジでわかんないの、でも自分が何が合ってるかわかんなくて、うん、買うのはいいんだけど、これが本当に合ってるのかとか、わかるわかる、しかもさ、一回つけたぐらいじゃわかんない、一日過ごしてさ、そうそうそう、崩れ方とかも見たいじゃん、むずいよね、選ぶ、だから確かに買いに行った方がいいなと思って行くけど、そこでやってもらうのも、うん、なんかあれだからと思ってさ、ネットとかで買っちゃうじゃん、うん、そしたら色違かったり、 あるよね、そういうの、そう、なんかつけてたらどんどん浮いてきてたり、うん、なんか帰ってきたらさ、なんかデコとかがヨレヨレになってたりするの、うん、どうにか改善する方法教えてください、それはアイシャドウですね、こちらはロム&です、ロム&って韓国なんだ、ロム&のパレットです、4色パレット、ちっちゃくてかわいい、こんな感じ、ね、ミニサイズ、じゃじゃん、あ、でも好き、この赤系のやつ、あ、好きそう、なんか締め色じゃない、結構濃いから、うん、目元、目尻とかに入れるのに、うん、確かにいいね、ね、かわいい、かわいい、この色、かわちぃです、うわ、悩むな、みんなが取りそうなとこも行きたいんだけど、うん、でも自分が欲しいの行った方がいいのか、でも決まってる、だいたい、迷ってる、続いて、はい、こちらはシェーディングです、おぉ、ね、今日ちなみにやってる、おぉ、鼻だけやってみた、あ、めいちゃんにこの間もらったやつも、うん、ね、あれいいね、はちみつのクレンジング、うん、でしょ、よかった、溜まってるでしょ、うん、あれめっちゃいいでしょ、しかもなんかいい匂いする、そう、リンゴの匂いする、リンゴ、あれレモンとかすりおろしリンゴの匂いする、これだけ違うの使ってるかあ、ブラシも入ってる、おお、いいね、こういうのでやればいいんだよね、うん、こちらはナチュラルな影が作れるっぽいです、うんうん、でもマジでここら辺とかもやり方わかんないからさ、やり方わかんないうちにやっちゃうと多分すごいことになると思うんだよね、ちゃんと教えてもらってやった方がいいかもしれない、うん、こういうのついてるのいいね、ブラシ好き、
で話戻るけど、そのハチミツのやつアンドハニーのクレンジングマジで良かった、ね、そう、めっちゃいいよ、よかった、シュルスルスルだし、なんか洗い上がりもわかる、こうにゅるにゅるしてないっていうか、うん、ちゃんとさっぱりしてるけどもちもちみたいな、好き。続いてはこちら細いマンたちに参りたいと思います。リップとかね、うん、じゃあこっちさ開けといてもらっていい、うん、いいよ。こっちから見ていきましょう。クリオのキルラッシュスーパープルーフマスカラ。マスカラです。マスカラなんだ。どうでしょう、最近気になってるでしょ、マスカラ。そう、マスカラ一回見ていただいて。ボリュームカールだって。あー、なるほど。今提訴しています。でもなんかこれっていうものに出会いたいよね、メイク用品とか。あー、わかる。なんか迷って探してる、うちも楽しいんだけど、うん、これって決まったらうちこれそれしか使わないから、うんうんうん、最強なものを見つけたい、すべてにおいて自分の肌に合う。眉毛です。眉毛これで描いてる人いる？いや、それだよ。こっちブラシついてます。あ、これ欲しいやつだった。それじゃあ、ペリペラのシュガーティンクルデュオアイスティック。あの、なんか大きいとことちっちゃいとこがついてる、ね、A メイクみたいなやつ。ほんとだ。で、こっちが細い、目尻とか、あのラインみたいにのやつ。ピャンス。これ何？エチュードハウス。久々に聞いたかも。じゃあ、こちらはエチュードハウスのアイスティック。キラキラですね。じゃじゃん。おー、かわいい。ゴールド系の色でございます。それ色違い、色違いだ、多分色違いだ。こちらロム&のグリッターです。グリッター欲しい。リキッドグリッター、うちこれのピンク使ってる。で、なくなって今日 Amazon で頼んだ。え、そうなの？おい、あるなら言ってくれよ。これは結構使ってる人多いんじゃない？うん、確かに。なんか人気なイメージがある、うん、このグリッター使いやすいよね、しかも使いやすい。あの、大きめのラメ入ってるから一点置きとかも可愛いです。さっきの色違いですね、うんうん、うわ、迷っちゃう。では次、リップに参りたいと思います。リップ選手、こちらはどこの？ちょっと分かんないんですけど、 DASIQUE っていうとこです。マット系かな。で、この外側に反した色してます。ちょっと違うね。中がね、結構うちが好きそうなピンクだわ。しっかりめ。手塗ってみていい？あ、でもあ、そこまで思ってたほどのピンクではない。ちょっとコーラルピンクっぽい、あ、かわいい。オレンジ系のピンクだ。見えますか皆さん、こんな色で。こんな色です。次はこちら、ロム&ですね。あ、そうなの？のマットリップ。ゼロマットリップスティックだって。なんかすごいおしゃれな、ね、ゼロ5番。あ、いかがでしょうか。かわいい。こんな感じで赤い塗ってみてもいい？うん、これも結構、うん、なんかそんな濃くないんだね。うん、真っ赤ではない、思ってるよりはって感じ。これペリペラ、ペリペラインクムードグロイティント。ティント、え、すごい。これイエベ必須コーラルだって。へ、これもなんか、あ、ピンクっぽく見えるけど、こちら見えますか？すっごい遠いと思うんですけど。あ、でもちょっと赤いんだね。うん、うん、イエベ似合うんだ、それ。言ってるけど、これティントだよね。うん。これが仕事なんですけど。はい、これ最後、アミューズ、アミューズ、アミューズじゃない、うん、の、お、オレンジだ。オレンジだね。ゼロ一番。これもティントです。全部ティントだ。なんかやっぱさ、オレンジ系が多いね、ここ今回は。ここの色とはちょっとやっぱ違うくない？うん、ちょっと違う。ピンクかなと思いきやオレンジでした。てなわけで、はい、サクサササッとこちら準備させていただいたんですけれども、ただいまよりドラフト会議始めていきたいと思います。はい。では皆さん、第一ドラフト心の中で決めてください。ちょっといろいろ見たいね。迷ってる。見たい？見たい。違う。見せたんだよ、全部。見せて終わったんだよ。ちょっとリップの色見てもいい？ほら、決まった。え、早っ。メインも決まった。マジ？はい。決まりました。では皆さん、指差し？かぶったら勝負。OK。かぶらなければそのままもらえるというゲーム。かぶったら殴り合いです。殴り合い。見える。そこ、はい。それでは私たちの第一ドラフト指名。せーの。おー、かぶんなかった。めいちゃんから。
私ロム&のグリッターです。これ目持ってて、うん、なくなってたから。おいいね、欲しかったやつ。嬉しいわ。くそ、え、欲しかったの。メニクラスだった。グリッターは大事ね。どっちにするか迷って。でもあのこのテルテルのコンシーラーがあさみさんがいいって、うんうん、よかったよって言ってたからコンシーラー欲しいなと思ってたの、うん、だからちょっとこっちに手出しちゃった。だって絶対こっち行くと思ったもんや。これかこれで悩んでんだろうなと思った。裏すごっ。くっそー。でもいいや、第一ドラフトよかったじゃん、はい、いけました。よかった、コンシーラーです。ありがとうございます。エアさんは？私はこのリップです。おこの色ですね。そうでもエアっぽいわこれ、うん、ね、かわいいなと思って、うん、ちょっとこちら使わせていただきます。はい、ありがとうございます。皆さんこれ期待してるかもしれないですよ、あの喧嘩するのをね。でもうちら結構ばらける可能性も高い。そうそうそう、確かに。だから最後になるにつれて喧嘩シーンが増えてくると思って。怖っ。最初は多分あんまり被んない気がする。はい、じゃあ次第2ドラフト決めてください。はい、それでは第2ドラフト、はい、せーの、みんなドキドキじゃない、そのうち拳が飛び合うから。はい、私これクリオのアイシャドウパレット、パレット、うん、こういう色持ってないからあんまり。ちょっとなんかバレンタインっぽいね、確かに色合いが。か今の時期から出てくんじゃない、そういう、ね、あー可愛いこれ、できそう。使ってみます。バレンタインメイクとかしちゃったりで。はい、やってみます。そのさ時期によってメイク変えるができないんだよね。あれもできない。なんか気づいたらいつもと同じになってる。なんか最近ちょっと毎日変えるのにハマってる。すごい。何変えていいか分かんないんだよ。分かる分かる。めっちゃ面白い。笑っちゃう。めっちゃ笑いながら、めっちゃ爆笑。泣きながらやってんの。ちょっとそれ撮ってきてもらっていいから。今度今日のメイクおもろってやってる。そうやってる。見たいわそんなメイク。はい、私はこちらエニスフリーのパウダーです。いいですね。なんかうち欲しかったんだけど、その粉を買ってから買いに行ってなかったんで、ちょっとゲットしたい。こちら口紅、これなんか思ってたよりあんま赤くなかった。これ？そう。うん。なんかちょっとオレンジっぽかったからいいなと思って。で、唯一のマットリップ。そう。こちらちょっと試してみます。はい。どうする？来月とかにやるさコスメ断捨離で出てきて。ね、ね、そう全部出てる。かママにあげてる。はい、ではここまででかぶりなしということで、ちょっとまだまだあるんですけど、スキンケア系とかまだ残ってますからね。うわー迷うな。とりあえず本命で選んでいくのは5番目までにします。はい、それからはどれにするにして。ちょっと迷う。いきますよ。はい、決まりました。決まりました。はい、それでは第3ドラフト。それ何これ選びます。じゃあめいちゃん、せーのお願いします。います。怖い、もうここら辺からかぶり始める。絶対せーの。あーかぶってない。かぶんなかった。嬉しい。やった。どうぞ。私はこのキルカバーのクリオのクッションファンデ、ちょっとファンデーション、うん、自分に合うやつ見つけたいんで、うん、試しで使って。おーいいね。キルカバー。キルカバー。私こちらロム&のちょっとボルドー系とブラウン系が入ってるアイシャドウパレットです。私こちらチークです。エアっぽい、ね、エアっぽい。これかわいい。ちょっと薄くつけとくのいいかも ね。こちら試してみますわ。これはゴリゴリ使います。仲良すぎて喧嘩できてない。できてない。喧嘩したよ本当に。でもさ、これメイクの種類がさ3人とも一緒だったら被るけどさ、まあ、結構全員違うじゃんか。いや違うけどさ、これも別に好みで買ってきてるわけじゃないじゃん、うん、だから絶対被る可能性は絶対あるんだけど、うん、分かんない。もう次で被るかも。メイも次決まった。え、決まったの。決まった。うちも。え、これ次 5? 次 4か。はい、では第4、はい、ドラフト参ります。せーの。おーおめでとう。かぶってるわ。かぶった。やだ、ここでかぶりはちょっと嫌だ、ね、とりあえず私はこのクリオのマスカラを試してみる。試して使ってみたいなと思ってこれ選びました。なんで選んでんだよ。え、なんかな、やばい、喧嘩できる、嬉しい。おい、何で勝負する。じゃんけん。じゃあ決めてもらおう。あ、勝負。うん、オッケー。何勝負。あの別にあさみが選定する勝負でもいいし、うん、じゃんけんみたいな。
じゃあボクシング対決でやるイムさん違う、上半身こう胸から上だけ、お前怖いわ顔の殴り合いやだよ乗せらんないよなんかやるよ、おい違うの提案しろみたいな、これはもっと面白くないよ見てる側もっと面白くないじゃあ取り合いでいい、うん、オッケー、じゃあメイが、うん、じゃあ最初メイが持ってるから、あ、じゃあ目つぶっとこ、うん、え、どういうこと、で、どっかに置いて、うん、オッケー、あ、探し回るってこと、そう、違う、別にこのテーブルの上とかでいく、で、こう、トントンってやって、うん、やるやつ、じゃあメイがせーのって言ったら、うん、うん、うん、お、フェイクしてね、せーの、ずるいずるいずるい、だって見えない、だったの赤いのが、違う違う、赤いの見えないじゃん、これに見えてたもん、リップだと思ってた、横から見たら分かるし、全然どこってなってた、くさおめでとう、えーちゃん、これいいのかなこの質問号しか見えてなかったもん何してるのって思う、だってこうやってそう、自分の目の前にこうなってたんだよそれしたらあんま分かんなくない、まあまあこう、あら、そう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 、試してみます、はい、次、次です、ラスト5番目、あ、確かにラストだ、ラスト、はい、あ、あ、あ、おー、かぶない、かぶなかった、やったー仲良し何？いや、ペリペラのスティックアイ、スティックアイズ、キラキラのやつ、キラキラのやつ、私はセット、私はロム&のシェーディングです、これはあの旅行用に、うん、ね、いいよ、ちょっと取って、いいと思う、そう、ゲットしておきたいなと思ってしてあげてきました、よかった、ね、やったね、私はいつもこういうのを使ってるので、使ってるよね、そう、まあストックとしてあってもいいかなと思って、ストックってことは使わねえじゃん、じゃあ今使ってるのがなくなったら、本当かな、半年後ぐらいに出されてない、断捨離、いや大丈夫、シェーディングは絶対出さない出されてる、出されてるよ、あの動画のやつだって言われるやつというわけで、はい、今まで第5本、5候補まで出たんですけれども、うん、かぶりは1回でしたね、すごい、ごめんね、仲良すぎてすごくね、喧嘩できなかった、いいな、5個ずつもらえたの、私は4つです、確かに、そっか、でもさ、これって自分で見に行った時とかはさ、うん、そうそうそう、なんか自分がもう好みしかないけど、こういう風にやると、うん、自分が持ってないのを選べるという、確かにいい、楽しい風になっておりますが、こちら残りからは好きなものを選んでいってください、じゃあまずこちらドラフト会議します、パックドラフト会議、パックドラフト会議、これめっちゃ意見分かれるよ、これ敏感、美白、ノーマル、じゃあこれもドラフト、ドラフトかけます、いきます、せーの、仲良すぎる気まずい、敏感肌に優しい、肌思いソフィー、あとはこれマネージャーさんたちにもあげる、ね、あーそうだね、お裾分けしようよ、使えそうじゃないこれ、うん、使えると思うとか、で今回は私たちはこちらをゲットすることができました、うん、やったー、まあ、また多分メイク動画とかでこういうの出てくると思うので、うん、まあ、使ってるところはそれで見ていただいて、みんなも気になったやつは使ってみてくださいね、はい、えーちゃん、顎曲がり治りました、治りました、しない、そう、こっち見て、あー治ってる、そう、やっぱちょっと腫れてたっぽい、ね、しかも、もう次の日には治ってて、でも次の日も痛かった、めちゃくちゃ痛いは痛い、だぶつけたのかな、友達顎から怪我した子いてる、え、転んだ時手つけなくて、あ、でもさ、いるよね、そういう人、顎からぶつけた、でもエアの顎めっちゃ柔らかいんだよね、柔らかいよね、うん、よかった、本当によ よかったなって、まだ私たち2日後じゃない、3日後にポップアップ、ああそうだね、だからマジでそれまでに治らなかったらどうしようと思ったけど、結構すぐ治った、今日は顎が治った記念日、ね、何でも記念日にするやついるよね、いる、え、周りに行ったことないわ、え、例えば、まあ、それこそ初デート記念日、うん、あ、初中記念日、そんな言わってらんねえよ覚えてる方もすごいな、でもエアってさ、そういうなんか記念日とかちゃんとしたところでご飯食べたい派でしょ、いや別にそんなことない、でも行く、うん、行く結構行く方じゃない、エア鉄板、うん、
鉄板のイメージ。なんか友達の横浜のね、あれ誕生日祝うのとかはよく鉄板連れてく。行きつけの行きつけ行きつけではないけど、行きつけの鉄板焼き屋さん。でももう連れてくかも。あ、王道じゃん。まあね、うん、そうそうそう。だからよく鉄板はついてるかもしれない。記念日でやるとしたら何か。でもね、結構自分ってプレゼント選ぶセンスめっちゃあると思って。いや、あると思う。あ、そういう意味マジあると思うよ。あるよね。だからうちは人からもらって嬉しかったものとかを次に真似する。そう、真似する。うんうんうん。あ、こういうのもいい、めっちゃいいじゃんとか思ったらそういうのにしたりする。だからプレゼントは結構時間かけて調べる、うん、友達に渡すプレゼント、なんかインスタのさ、うん、ギフトアカウントみたいなの分かる、はいはいはい、なんか女友達に渡すプレゼントはこれがおすすめみたいなとか、いっぱい載ってるやつ。そうそうそう。なんか予算別とか。え、そんなの。3000円から5000円、何円から何円。そういうのめっちゃ見て、この人何が好きだなとかやって考えたりする。めっちゃいいね。そう、めっちゃいい。あとはもうなんか消耗品なのかなと思って、もらって、うん、自分で選んで選びたいものって絶対あるから、それ以外だったらもう使えるものの方がいいかなとか、なんか変にさ、物で残っちゃうと困るのかなと思って、うん、ママとかの、ママとかパパとかもうなんとか牛みたいな、うん、で送っちゃってみんなで食べてとかにするから、うん、てかママたちさ、物あげてもなんか使わないからさ、うん、絶対そっちの方がいいよね、食べ物の方がいい。あれ、お年玉として家族全員にね、うん、あの帰って家電、へー、毎年買ってる気がするんだけど、ガスコンロとトースター、うん、なんか最近流行ってんじゃない、なんかパン焼くとかいうやつ、うん、ああいうトースターとあと炊飯器を新しくしました。いいね、いいね、うん、そっちの方がいいじゃんって。強制的に使わなきゃいけないし、家電とか。家電一番いいな、家電が。そうそう、嬉しいわ。うちがこっちで使いたいからって言って、あのこっちで使ってる同じものを買って送ってみたりとか。どうせ買えるんだったら持ってきたくないじゃん、うん、シャンプーとかもか全部置いてあるあっちに、同じの買って、使っていいよって言って、うちが帰った時に何も持っていかなくていいようにして、うんうん、でもそっちの方がいい。なんかさ、ホテルとかのドレイヤーとかもさ、なんか確かにそよ風か持ってくるよ。そよ風、あとずっと押してないと。そう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 、ちょっと嫌だよね。わかる。一時期、え、どこのだっけ、3人で泊まった時もそういう感じすぎてさ、ね、でさ、メイとかエアの長さならまだしもさ、やばいもん、ほんとに諦めたもん、本当に。だたまにあさみが持ってきてくれるとみんなで使わせて、うん、余裕あったら持ってくね。だいたいメイが持ってきてくれるんです。でもアイロンとかはさ、全員持ってきてるよね。確かに1個でいいのに。そうたまに、そうそうそう、あ、どうしようかな、ちょっとパンパンの時とかね、うん、ストレートあればとりあえず前髪だけ巻けるしと思って、絶対どっちか持ってくんなと思って持っていかない時もある。そしたら誰も持ってこなかったことだったよね。あった、裏持ってきた、持ってきた、裏持ってきた、持ってきた、全員持ってないの。ちょっと頼りすぎた。そうそう、はい、かる。それからは事前に聞くようになった。エア持ってくみたいな、うん、うちちょっと入んないから貸してとかは全然ある。わかる。今までで一番おもろかったあれは何？旅行？うん、あれ、ウランが赤い水着着て、また開いてるやつ。お前ら水着着てたし。あれな、おもろかったよ。あ、それか、イカ。あ、イカ詰まらせる。イカ詰まらせる。マッパで。めっちゃ苦しんでる。いつもマッパ。ね、本当にさ、あれ詰まってさ、あれ詰まってさ、息してなかったらどうしてたの？指突っ込んでどうすよ。ほんと、任せる。でも本当に死にハグってた、あの時は。あの、ゲホゲホもできなかったよね、あれ。ゲホ、あの、吐けなかったの。しかもさ、人の目に来たんでさ、あー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 湿ってないしさ、カピカピの、カピカピのイカ。あれさ、本当にヤバいと思うよ。うちがさ、死にハグっててさ、本当に息できてなかったら、救急車呼ばなきゃいけないのに、自分らで動画撮ってたら、一刻を争うさ、ポコって詰まってんじゃなくて、かかには出てんの。いや、もう一回もう一回。で、たまにあるでしょ、ラーメンとか詰まるとき。あるよ。ない。ラーメンとか、なんか長いものがさ、喉のここに出てんだけど、奥にまでこう入ってて、あ、それはで、こうやって出せないみたいな。で、咳もできなくて、立っていかっつってたんです、こいつ。
喋ってたんだよ、なんか。そしたら、その喋ってる隙にスクッて入っちゃって先以下で喉詰まらせる。あれはおもろかった。あれだね、伝説だよ、うん、そういうことがありました。そう、イカ事件。だから私は多分、死にパグってもちょっと手遅れなになっちゃう時があるかもしれない。もしかしたらさ、3人でいる時に産気づいてさ、はぁってやってるのに、その苦しい姿見て笑ってるかもしれないってことでしょ。病院とかさ、マネージャー呼ばないでさ、あはははって言って、なんかお願いだから呼んでって言って、また言いたくなって、イエーとか言ってたらさ、笑ってるでしょ。うちはだから出産立ち会いとか本当に大変なことになるよね。やめた方がいいね、うん、こちらに。やめて、朝日以上にやめた方がいい、ね、うん、確かに。多分もう、あの、手伝うところじゃないの、楽しみに来ちゃうから、この人たちは唯一だと思ってる。行かせてとか言ってたけど、絶対大丈夫ですって言ったの。というわけで、本日はドラフト会議やってみました、はい、久々の韓国コスコスメコスコスメだったんで、あの、久々に見るものが多かったんですけど、もうイカから離れよう。いや、今コスコスメ、そっち引っ張られたんだよ。コスコスメ、コスコスメなんですけど、皆さんも気になるものがあればぜひ使ってみてください。私にも使ってみていい悪いとかはレビュー、その都度、うん、多分ゲットレディとかいろいろ撮ると思うんで、その時に話せたらなと思ってます。はい、はい、というわけで皆さんもぜひ喉にイカをつるまらせてみてくださいね。噛んじゃうね。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今別れの時、飛び立とう、未来信じて。